りは損でも得でもない。これも打ったとして受けるであれば損でも得でもない。つまりあそこはずっと行ったとしても受けてる限りは損でも得でもない。これがまあ手割りなんですね。ということは、っていうのは要するに効率なんで、